あスキルの秘伝書がもう1枚。こんにちは、トーマです。こちらのキラコマはスキルレベルマックス。不思議の種族効果がもともと 5% だったんですけど 10% になりました。いやこれは強いでしょ、さすがに。いつもね、だいたいね、スキルの秘伝書質問されるんですよ。誰に使えばいいですか。僕はいつも、いや残しといたらいいんじゃないって答えてたんですけど、まあ正直ね、アイテムで持ってても何の意味もないので、一番最近ね、マネー稼ぎでも使ってるキラコマに使っちゃいました。まあこれでね、どのぐらいね、マネーが増えるかやっていきたいと思います。いや少しは効果あってほしい、さすがに。ちなみにね、キラコマだと割とここおすすめです。無限地獄1階のこいつ、ワカメくんとか昆布さんとかメカブちゃんだっけがいるところ。結構ね、しかもこいつら落ちるんだよね、餌あげなくても。俺はちなみにワカメくんと昆布さんはスキルマになりました。一番左のね、メカブちゃんはね、なんか知らないけどね、あんまり落ちない。いやこれどんぐらい稼げるようになるかな。だいたいいつもな感じ、いつもの感じだと、まあ悪くて2000ぐらいかなと、良くてまあ2200ぐらいかなっていう感じなんで、まあもう2500とか600とか稼げちゃったら相当熱い。さあ行きます。行け。25万。あれ、これあんまりいつもと変わらん。まだわかんない、だってまだ1回しかやってないから。今度こそ頼むよ。あれあれ、ちょっと待て、ちょっと待て、スキルマックスだよね。はい、ってことでキラコマにスキルの秘伝書を使ってスキルレベルマックスにしても全然変わんない。もうでも気持ちですよ、ほんのちょっとだけスコアが伸びるようになったかなと思います。ただ Y マネーにすると100も伸びてないですね。50から60 Y マネーぐらいちょっと増えたかなっていう気はしました。はい、ってことでこれを見ていただければね、スキルの秘伝書どうするべきかお分かりでしょう。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。